親世代の履歴書の作り方をどうやったらいいかという、そういう質問でございます。質問した方は、20代30代かな、だいたい僕の息子娘ぐらいの世代なんですが、現在履歴書を練り直しているのですが、未成年のキャラクターの両親の職業について悩んでいます。どうやったら作ったらいいでしょうかということです。これはうちの講座でよく言うように登場人物、主人公が未成年の場合、その親だとか未成年というのは、そもそもほとんどの場合人物にその中身がないので、ね、よいしょ未成年というのはほとんどの場合あの中身がないので、やはりそれを人物として、あの作品の同調人物として作るのには、やはりどうしても難しい、無理があるということなので、やはり話に奥行きを作るためには、その親だとか大人のその周りの周辺の履歴をきちんと作っていきましょうという話をしています。でそれについての履歴の作り方が分からないということだったのですが、この主人公のスケジュール、一日のスケジュールをどういうふうに組みましょうかというときに、この主人公の親世代のその質問が、リレクションが作りにくいという場合にはどうしたらいいかというと、まず主人公の一日のスケジュールを、こっちに、今真後ろにいるんだからさ、こっちに どっちかにずれてあげてくださいな、ね、はい、そういう前に主人公の一日のスケジュールを作っていきましょう。主人公が未成年の場合、食事が誰が食事を作るかっていうことがありますな。それからあの親御さんが何時くらいに帰ってくるのか、炊事や洗濯や掃除は誰がやっているのか、それから未成年の主人公 そのお小遣い、どのぐらいお小遣いもらえるのか、それからその主人公の進路、今何年生ぐらい、小学校、中学校、高校、その場合には、ね、進路があります。じゃあ大学に行くんだったら、じゃあどの大学、どこの大学に行くのか、じゃあその学費どうするのかそれから親の収入の中で子どもの学費に割り振りができるのってどのぐらいなのか、結構子どもの学費っていうのは実はかなりの額になるので、まあ、あの親世代にとってはかなりの負担になります。それからと親に休日があるのか、休日があるとしたらそれはいつぐらいか、親は休日に何をしているのか、うちでゴロゴロしているという可能性もあるし、あと自営業の場合だと一日うちにいることもありますし、それから比較的時間に融通が利く親御さんの 職場ということもある、どこら辺そういういろいろです。でどの職業に、その親の職業をどういう職業につけるべきか検討もついていない段階では、どのようあたりをどうやって検討をつけたらよいのでしょうか。親の履歴書を作る中で本人の性格や育児方針 などは割合にすんなり決まるのですが、職業がなかなか決まりませんという質問があったんですが、これはなぜ親の履歴書ができないかというと、これは基本的には主人公について何も考えてないからということですね。ということでございます本人の性格や育児方針、性格というのは持って生まれた性格ももちろん大きいんですけども、生育歴というのはとても大きいですからということです。